こんにちは、八国ドラゴンです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということで毎回ネタってもあれなので、そういえばまだやっていなかったコンボである、竜宮城ブライカンをやってきました。竜宮城を設置した状態でブライカンをプレイすると、重点出せるという荒技ですね。事前に八国フォロワーをプレイしないといけないので、竜宮城の次のターンに発動させるには監守が必要なんですけど、そこは気合で引けば問題ありません。もしくは 8PP の場合で使うとかね。竜の神絵で PP ブーストがしやすくなったし、1PP 余ることもあるはずです。多分ね。そして竜宮城さえ設置できればもはや勝ちみたいなものなので、あとは見るなり焼くなりするだけです。簡単だね。ドラズエルの回復が10になるし、鉄壁すぎて絶望です。八国カードだけだとデッキは埋まらないので、オリビエとバイブカハの採用も可能になってるし、回復は山盛りです。竜宮城の設置でスーロンの回復もギルメリーゼだし、波頭の防圧も2枚手札に入ってくるし、どうあがいても絶望、そんな感じです。それだけ竜宮城というカードが壊れているってことですね。じゃあなんで環境に竜宮城が溢れていないのか、そこだけが気になりどころさんなんですけど、置けるタイミングが基本的にないからですね。設置するなら気合でどうにかするしかないって部分があったり、いろいろと難しい部分が存在しています。あとは多分というか私の考えというか、竜宮城が置ける対面でのマッチアップの話なんですけど、竜宮城が置けるくらい余裕な相手って、置けなくても勝てる気がするんですよね。それだけ耐久できる対面だってことだし、そんな予感がしなくもありません。アルバハジクで1枚採用するとかなら面白いかもしれませんが、使う気がないのでわかりません。環境デッキに対して置けるとしたらミロエルくらいですか？最近はミロエル軸をずっと使っているので、置かれたらラッキーとしか思えませんけど、ミロエルの引けていないミロエル軸になら設置できそうです。当たり前だね。しかしミロエル軸があそこまで強くなるなんて当初は思いもしませんでした。ミロエルというかコレイが強いんですけど、こうなることを予測できた人っているんでしょうか？もし存在したら次に来るカードを教えてほしいくらいです。でも今ローテーションのカードプールを見てみたら、大体どのカードも活躍しているので、あんまり今回みたいな驚きはなさそうです。円楽は除いてですけどね、ビショップのレジェンドカードが特にそう、ネクベトと邪神様、どちらもなかなか厳しい状況です。ネクベトは回復効果が働いたら PP1 回復とか、邪神様は消滅した分体力回復するとか、そういうテコ入れが入らないと環境には出てきそうにありません。マナリアのアスパーがなければ邪神様は使いやすかったんですけどね。運営の大いなる意志によって止められています。悲しいね。そろそろフラムブラスとかナーフ解除しちゃダメなんですかね。採用枠が余ってるデッキなんて特にないんだし、遊びように復活してほしいところです。そんなこんなで対戦も終盤戦です。ブライカンによるバーンダメージの恐ろしさはともかく、瀕死だった体力がいつの間にか満タン近くまで戻っています。何があったんでしょうね。後ろにドラズエルも控えているし、回復ビショップよりも回復できるかもしれません。そして採石竜が手札にいるので、アンテマリアよりも火力が出せるというのもいいところ。そういえばアンテマリアが空気でしたね。じゃあ時短で活躍するのはアンテマリアでファイナルアンサーです。当然 AOE 等回復がセットでつきます。最強だね。テラエルはアルバハのローテオスから輝くはずなので、多分まだのはず。ということでリーサルです。ワイプシュダー。ということで八国竜宮ドラゴンでした。アディショナルを除けば新カードは竜の神絵だけですけど、アルジェンテを無理やり採用しないで済むようになったのがでかいですね。こういうどの軸でも使いやすいカードが追加されると、最高にありがたいんですけど、時短もやっぱり固有のタイプで追加されるんでしょうか。そこがちょっと心配です。作れるデッキが減るからね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。